今回の展示のタイトルが「まず自分でやってみる」っていうタイトルなんですけどあの自分自身その制作する時にまず自分でやるっていうのをすごい大事にしていてもうそれはあの写真だけじゃなくて映像も作るしウェブサイトも作るしプログラミングとか、まあ、インストールとかもこれまでずっと自分でやったりとかしてきていてなんかそのもちろん仕事の中でもそのよく言われることだと思うんですよ。その自分で考えなさいとか とりあえずその人に聞,く聞いたり頼るんじゃなくて自分でやってみなさいみたいなことは言われると思うんですけどその自分はその会社とか入ったことないんだけれどもそういうふうにやっぱ同じように思っていてこれをどこでそういうふうに思うようになったのかなって考えた時に誰かに言われたっていうよりかはなんかその社会的学習を通じてそのこの国の中で覚えていったというかそう思っていたと思うんですよね。 ただなんかこれが一体どこまで適用されるのかっていうのがすごい自分の中でも疑問でそれでそのコロナ禍の時とか時にその当時の首相が要はその自助共助公助みたいな話の中であのまずは自分でやってみるっていうことをえっと国民に語りかけるっていうのがあってでこの言葉っていうのは別にその首相がその例えば あのすごく厳しい意味合いで言ったわけではないと思うんですよね。なんかその彼はそ,のそれこそ議員として叩き上げでやってきてで自分自身努力をしてきて成功したっていうその体験があるからそういうニュアンスで言っていたのかもしれないしその誰でもやればできるんだっていうような。 それかもしくは本当にそこまでじゃないんだけどまあとりあえず一回やってくださいよぐらいのニュアンスだったかもしれないんですけどそうは言ってもその言葉って一人歩きしていろんなところでいや自分でやれっていうような自分で何とかしなきゃいけないんだっていうのをこう人々がお互いに言い合うような感じになったりとかしてその呪いのようになってしまったんじゃないかなって思っていてで実際その心の中にその保育士の仕事をしてた人がその仕事がなくなって でその受け子で逮捕されるっていうニュースがあってなんかそれを見てた時にもちろんその最初に同情するのはあの被害者の人なんですけどもこの人が何でこんなことにならなきゃいけなかったのかなっていうのを思っていてなんか同じ状況でもちろんそういうのに手を出さなかった人っていうのはいるけれどもそうは言ってもそういう状況がなければその人はやらなかったんじゃないかなとかって思った時にそのこの言葉結構なんだろうなどこまで 自分でやるるっていうののは適用されるのかなその基準ってどこなんだろうなっていうのを思い出したんですよね。でまあ人によってはそれが本当にいわゆる体力 HP が半分ぐらいまではやるけれどもそこからはまあちょっと周りに頼ろうかなとかその思ってできる人もいる一方でもう本当に死ぬギリギリまでとにかく自分でやらなきゃいけないって思い込んで自分を追い詰めてしまう人っていうのはいると思うんですよね。ただそそういうううういい人の場合ってそういう時ってて時もう 体力がない状況で行政とかその身近な人とかに頼るっていうのはもう本当に無理だと思っていて、えだからこの本当にこのまず自分でやってみるっていう言葉は今の状況を、状況をよく表す言葉だなと思って、えタイトルにしました。で、また同時にですね、こういう社会的なテーマを扱うときに、まあ、いわゆるちょっと硬い論文のタイトルみたいな えー、ものをつけるとやはりそういういい関心を持ってる人そもそも関心があってって人しか来ないんじゃないかなっていうのがちょっと懸念としてあってまずは自分でやってみるっていうタイトルだったらなんかちょっと楽しそうなことをやってる体験型の、あのー、楽しめる展示かなんかなのかなっていうふうに軽い気持ちで通りがかった人ももしかしたら寄ってくれるんじゃないかなっていう希望もあって、えー、今回はこのタイトルにしました。 制作は、えー、基本的にまずリサーチするところから始まっていてなんか自分が、えー、と身近なところとかから見つけた関心のあるトピックなんかをまあ調べてで調べていく中でえっ、ー、とその自分が表現したいことにあったかつその関連する出来事の,の要素の中からあのそれそれぞれの作品においてえっ、ー、と見合った 表現方法みたいなのを見つけながらそれを取り入れていくっていうことをしてます。で同時にその毎回作品を作る時に本を作るんですけどあのダミーブックっていう形でまあ自分でデザインしてレイアウトして印刷して製本してっていうのをやっていてでそうすることで自分が今その作品の中で何ができていて何が足りないのかっていうのが見えてくるんで毎回こう何十冊みたいな感じで作るんですけどだから最終的に結果的に作品ごとに本が 出てててくるっていう形の制作をしています今回の作品でいうと手法としては福殊詐欺が使う証拠隠滅の方法でその水溶紙っていうのに、まあ、書類とかその名簿とかそういうのを印刷しておいてで警察が来たら、うん、バケツに溜めた水とかに、まあ、それを詰め突っ込んでガーって混ぜちゃうみたいな。でそうすればこうもう本当にこう再現しようがない。 ぐらいいいにぐずぐずにななっっててて崩れて消えていっちゃうみたいなのがあって、でその,その方法を今回の作品の中ではそのビジュアル作成にえと取り入れてるんですけどなんかこういろいろ溶かしてきててこれまでなんかえと基本的には自分の顔から作ったポートレートをたくさん使ってるんですけどあそもそもそれがですねその今回作品の中で結構顔写真出てくるんですけど。 えとそれは全部もう自分の顔から作ってるのが、えー、と全てって感じになっていてそれはその特殊詐欺っていうのが「なりすまし詐欺」って言われるように、まあ、自分もそのいろんなそのキャラクターになりすましていく、えー、電話をかけるときに息子を演じたり銀行員やったり警察官やったり、まあ、いろんなバックボーンを持ってるであろう人たちを演じるように自分自身が加害者って思われるような属性と。 見えるかもしれないそういうビジュアルを意図的に作るんですけどそういう人若い男の子何、えー、だかちょっと柄が悪そうかもしれないとか、あのー、そういうような印象の人に自分の顔を作り変えていって、えー、作ってるポートレートとあとなんか高齢の女性それこそ、えー、と被害に遭われてる方の、まあ、9割ぐらいが高齢の女性だったりするっていうところもあって。えー そういう風な見た目に自分の顔を変えていくっていうのを作ってるんですよ。で、それを、えっ、ー、と、同じように、えー、一つの水の中で溶けて混ぜ合わせたりとか、一つのポートレートをそもそも、まあ、それをどん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 溶かして、その輪郭が曖昧になっていって、えー、見えなくなっていくみたいな感じのことをやっていて、なんかその、その作業の中でやってて思うのが、 なんかその溶かしていくものその人を溶かしていって元に戻せなくしてしまうとか、えー、とそれが誰かよく分かんないようなふうになっていって、えー、場合によってはなんか印象的になんか綺麗な色の塊だなぐらいでなんか綺麗ねで終わっちゃったりとかするそういうふうにえと受け取るぐらいでしかあのそれについて語ることがないとかそういうことが何かその被害,被害を受けた人とか加害に走った人たちを僕らが 例えばニュースを見たときになんか悪そうなやつだなとか言っちゃったりとかあ,あかわいそうって終わっちゃったりとかそういうふうにしてしまうこととなんか重なるところもあって、えー、とやってるんですけど同時にその水溶かしていく水っていうのがまあ水って見えないじゃないですか無色透明でで実際溶かした後はそれって蒸発していってそこから消えていってしまってもうそこには残ってない、えー、結果として何かもうズタズタになったものだけが。 残ってるみたいなところでじゃあそれ,やってんのそれをやってしまってるその水っていうのは何なのかなって思った時にやっぱりその無色透明でそこには見えないんだけど存在していてっていうのがその自分も含めそ,のそういうその加害をした人も被害を受けた人も第三者もみんながここにいるその社会そのものっていうのがこの無色透明な水であるのかなと思っていて、えー、それを積極的に取り入れて。 制作を今回はしてますねはい課題は結構やっぱなんかいろんなことがあってまずなんかその社会的なトピックを扱う場合においてはそれがその自分のやってることが積極臭くなってしまうと嫌ああだなっていうのが一つあるのとあとはその自分は分かってそのこの作品がどういうものか分かって作っているんだけれどもその見る人は自分が わかってるほどはわかってない状況で見ていくっていうところをどこだけ、どれだけ意識しながら制作していけるかっていうようなこととかが、まあ課題ですね。あとは今回のことに限って言うと、その濡らしたものが乾くのにとても時間がかかるんで、その時期的なこともあって、夏なら早いんだけど冬はなかなか乾かないっていうところで、その物理的にすごく時間がかかってます。今回の展示では、その会場がこれまで えっと、自分がやってきた展示の中で、まあ、一番でかいスペースを使わせてもらえるということで、その広い空間の中で、その展示物のサイズ感とか、空間の使い方みたいなのを、こう、今回いろいろ考えながら挑戦していくものとして、えー、思ってます。で、また、その、人が住む場所からカフェが併設されていて、駅の前だから、その、 ヤコバスを待ってる人とかそのサラリーマンとかよく通るっていうことでそういう人たちがその中に入っていくための動線みたいなものを何かうまく作れないかなと思っていてその中でこの特殊詐欺要はなりすまし詐欺のなりすましの部分みたいなことをその体験できる作品としてまあ出語録のようなものを考えていてそれを今、えー、作ってます。 作品が一体何を言おうととしているのかとか自分がこの中で一体どういうことを表現できるのかっていうこととかを、えー、しっかりそれが、うん、そのトピックについて学習しながら、えー、と突き詰めていくっていうのはもちろんなんですけどそれと同時に、えー、とビジュアルとのバランスみたいなところっていうのをしっかりとることを、えー、と変わらずに大切にしてますかね。そうでないとやっぱりこうこの見た時に その面白さみたいなのがこうまず第一印象としてあることはやはりそのののの人がその作品の中に入っっててていくための動線の一つととして必要だと思ってるからですね、はい、僕が写真をやりだしたのは本当に 20, 20代中盤ぐらいからでその時早苗正文さんがめちゃめちゃ流行っててで僕もその写真をすごい見てて、えー、と写真家をまずそれが結構最初のいわゆる写真をやってみようと。 っていうようううよよなななことを思うようにっったきっかけなんですねでその後その2015年か16年ぐらいに、えー、と岡本博んの「リクルート」っていう作品をフェイスブック上だったと思うんですけど見かけてその作品が何か自分がしたいことにすごくこうやり方として、えー、やり方とか表現とか目指してるところみたいなのが近いなと思って。で彼の 関わっているリマインダーズ・フォトグラフィーストロングホールドっていうところに、えー、と行くようになるんですけどそ,のとこそこで後藤由美さんとか実際に岡本君と知り合うようになってでそれが本当に自分のその,作家人生の一番の転機だっったと思ってます写真との出会いはそれこそその早苗、えー、さんの作品を、えー、と見るっていうのが作家になるその最初のどうきっかけというか作家いいなって思ったところですけどその前に。 えと大学を休学してた時があってでこう伊豆とかいろ、えーまあ、んなところを旅してたんですけどもその時にやっぱりどっか行くってなったらカメラがやっぱなんか日本的な考えなのかどうなのか分かんないですけどやっぱどっか行くんならカメラ持っていこうみたいなのがあってでその写真を撮るようになったっていうのが最初写真との出会いっていう感じでしたね。アーティストに なるんだみたいな、えっ、ー、と、うん、固い決意をした日みたいなのは特にないんですけど、あのー、アシス、最初はファッションのアシスタントみたいな感じで、ファッションフォトグラファーの人のところに、えー、着き、着くために上京してきたんですよ。でも、うそこでいろいろやらせていただいて勉強してたんですけど、自分のやりたい写真っていうのは、ここじゃないなって、まあ、 物はすごいかっこよかったんですけど自分はその写真を通じていろんな人と出会ってその社会と人の関わりだったりそういった物語を見たいんですけどそのファッションの現場だとどうしても狭い世界になってしまうんでもっと広いところが見たいって思った結果そのいろんなことをやるようになったっていうところがそのアーティストになろうと思ったところかもしれないです。はい 幼少期は、うーん、それこそ小学校ぐらいの時は、そのとにかく、その、ものを作るのが好きで、その友達と学校で漫画描いたり、それこそそのスゴロックを作ったりとか、あとはそのガンプラ改造するとか、そういう手を動かすような作業がすごく好きで、だいたいそんな感じで遊んでましたね。学生時代に影響を受けたものは、うーん、 うん友達がやっぱ一番大きいかなと思います。なんかその地元は滋賀なんですよ。で滋賀はまあ,あ怒られるかもしれないけど、まあ、田舎で <laughs> やっぱりそのまあ同じような人がまあ比較的近くに集まりやすいっていうようなのがあってで大学で大阪に出て行った時にまあいろんなその背景を持った人たちが集まっていて。 でも学内だと、やっぱりそれはそれで偏ってる部分があって、で、その学外に出て行ってバイトだったり、その遊、いろんな新しい友達を作って遊んでいく中で、全く自分が知らない背景を持ってる人とか、今全然関係ない自分の今の現状と全く関係ないことをしてる人たちがたくさんいて、そういった人たちとの出会いとか、彼らの考えを聞いたりとか、あの背景を聞いていく、聞いていたっていうことが、 その学生時代の自分がこの先何をしたいかっていうことを思った時に一番あの影響を与えられたかなと思います。学生時代はもう本当にあの写真画を好きで、まあ、よく撮る人みたいな感じだったんですよ。で、で、その時は どちらかっていうと何か作品を作るなんて意識は全然なくて、ただただ、その、うん、なんつったら、所有欲みたいな感じだったと思うんですよ。動機として写真を撮る。何かいいものを見たから、それを自分のものにしたくて撮るとか、そういう感じで写真をやってることがほとんどで。で、今となっては、じゃあその写真を誰かに見てほしいっていうよりかは、作品を通じて、その誰かとコミュニケーションを取るなり、何かこう、やり取りがしたい。 っていうのが、その真ん中にあるんで、その辺が違いになってきてるかなって感じです、ね。えー、っと、一週間っていう感覚が自分の中になくて、そもそも、あの、朝起きて夜寝るぐらいの感覚しかないんですよ。一週間、一ヶ月もないし、一年ももしかしたら全然ないような感じの日々をずっと過ごしてるんで、まあ、えー、っと、作品に取り組んでるか、 まあ全くそういう気分にならなくってインプットだったり、こうただただこう体力を回復したさせるために休んでたりとかっていうのが、まあ不定期でやってきてるような感じです。えー、ワークライフバランスは考えたことがなくて、まあこれまでは結構来るものはとにかくやるみたいな感じでずっとその仕事も制作もみたいな感じで受けてて特に今年は 本当にあの入れすぎちゃっったところがあって、まあ、自分のある種8分目みたいな限界点まではいかないけどここまで来たら、まあ、いっぱいいっぱいだなっていうのが分かったんでこの先はその辺を、まあ、ある程度調整して精神的に限界を迎えない、えー、経済的にも限界を迎えないみたいなところで制、えー、アートっていってもまあなんか結構いろんな種類があってまあ 社会の中でうーんどんんなな感じなんだろうまあ本当にそれをその種類種類で人がどういうふうに思ってるかって違うと思うんですよね。でまあ、特にじゃあ自分がやってるような種類のに限って、まあ、考えるとすると、まあ、それが例えば社会にとっていわゆる意味があるっていうこともあれば全く意味ないっていうこともあると思うんですけどまあそれはどっちでもいいかなっていうのもちょっとあったりとかして。 あのそうですね社会の中で制作するもの自体はそのみんながそのなんだろうな、ね、作りたいものを作ればいいと思ってるんですけど、まあ、自分に限って言うとその世の中みんな忙しいと思っててだから忙しいからやっぱりその自分の言葉しか考えられなかったり他のこととか社会のこととかそっのこととか その外で何が起きてるかとかって、まあ、考える余裕がないっていうことが結構あるんじゃないかなと思っていてだからその点僕は結構その,その辺の余裕時間的な余裕はまあたっぷりあるタイプなんでその辺を使ってみんなが考えられないようなこととかその目を向けたいけど向ける余裕がないようなこととかっていうのを、えー、作品を通じて何かその見せていったりとかっていうことができたら。 いいのかなっていうふうに思っていてそうしたら社会との関係性っていうのはアートの中で生まれてくるかなと思ってます、えー、今後のビジョンは、えー、来年それこそこの詐欺の作品について、えー、去年完成していたダミーブックっていうのがあってその本を出版することになっていて海外から出るんですけど えとこの詐欺の話っていうのもやっぱりその日本だけに限ったわけじゃなくて、えー、といろんなところでこれまで展示してきてどこの国でもあのうちの近くでもそういうことがあったっていう話を聞いたりすることが多かったんで、えー、国内外で、まあ、この作品だけに限らず今後もう少し幅広く活動していきたいなと思ってます。えっ、ー、と、えー、最後までご覧いただいて、えー、いただいた方本当とにありがとうございます。 えとまあなんかいろいろ話してきたんですけど、えーまあ、世の中本当にこに多くの人が忙しくってあの例えば展示を見に行くとか、えー、アートを見てみるとかっていうことをあのする時間をまず頭の中で選択肢として思い浮かぶことがない人も結構いると思うんですけどあのよかったら見てほしいなと思ってますいろんな作品を僕に限らず、はい、ありがとうございました。